こんにちは、ベーシックリーマニアチャンネルへようこそ。このチャンネルではビジネス、自己啓発、小説などようなジャンルの本を10分前後で要約して紹介しています。本を読む時間がない方、読みたい本を探している方におすすめです。私が感銘を受けたり、学びが多かったり、面白かったりした本を選んで要約しています。要約では本の内容だけでなく、私の感想や考察も交えてお伝えします。動画を見れば本の概要や魅力がわかりますし、もっと深く知りたくなるかもしれません。ぜひ動画の最後までお楽しみください。もし動画が気に入ったら高評価やチャンネル登録をお願いします。それでは始めていきますよ。タイトル、会社がしんどいをなくす本、サマリー・オブ・サマリー。この本の作者はビジネスの現場で人々の心のケアをしている産業医です。この本は働く人たちが感じるストレスにどう対処すればいいのか、具体的な事例を挙げて解説しています。確かに会社で働くってそういうものだよねと割り切っている方もいるでしょう。でも本音を言えばストレスを減らしたいですよね。同調のプレッシャーが職場ストレスの大きな原因。日本の会社には人が多くを同じように考えるようにするプレッシャーがあるんです。そのプレッシャーは避けられないけど、意地悪なことをしなければストレスは少しは軽くなるんですよ。労働時間は短くなったけどストレスは増えた？働く時間が減ってもその分短い時間で成果を出さなくちゃというプレッシャーが増しています。心のエネルギーをチェック、リフレッシュは必須。毎日自分の心の元気度をチェックしてみてください。もし元気がないならその日はストレスの原因を避けて元気を取り戻しましょう。未来のストレスに備えよう。今は大丈夫でもいつ何が起きるかわからない。だからストレスに備えておくことが大事なんです。ストレスを消すわけにはいかないけど、減らす方法はある。この本で紹介されている方法は、会社員でなくてもできるんです。まずは、この本で提案されている心の元気度を確かめて、エネルギーをチャージして、心を楽にしてみてください。日本の職場では、同調圧力がストレスの一つです。それは日本人の文化や集団ではを大事にしたいという気持ちから来ています。でもそれが個性や希望を押しつぶしてしまうこともあるんです。同調圧力と向き合う日本のビジネスパーソン、多くの人がこの同調圧力に合わせて生きています。新しいアイデアや意見を言うと周囲から反感を買うこともあるでしょう。意地悪をしない、自分もされない。ストレスを減らすには自分も他人に対して意地悪をしないように心がけることが大事です。仲間の選び方、一人でいることのリスク、類は友を呼ぶって言いますよね。意地悪をする人の周りには同じような人が集まることが多いです。その中に入るかどうかはあなた次第。一人でいることのリスクもありますが、同調圧力の強いグループに入るリスクもあります。ストレスとの距離感が大切。短期的にはグループに入る方が楽かもしれませんが、長い目で見ればつかず離れずがいいかもしれません。時には嫌われてもいいと自分を解放するのも手です。というわけで、日本の職場でうまくストレスと付き合っていくには同調圧力とどう向き合うかが鍵です。自分自身が意地悪をしないようにすることと、どのような人々と関わるかをよく考えることが大切です。過効率な働き方が招く過緊張。過去20年で過緊張という問題に頭を悩ませている人が増加しています。この状態は交感神経が常に高ぶっていることを指します。交感神経は元気に動き回る時に活発になります。一方で安らかな眠りにつくには副交感神経が働く必要があります。このバランスが崩れてしまい、緊張が続くと人々の健康に悪影響を及ぼします。不眠につながる過緊張。緊張が続くと寝つきが悪くなったり、仕事に関する夢で何度も目を覚ますようになります。これが続くと抑うつにもつながります。効率を求めすぎる社会が原因。過緊張が広まる原因の一つは IT の急速な進化と
効率化です。これにより隙間時間が減少し、人々の心に余裕がなくなっています。さらに常時連絡が取れる環境がプライベートと仕事の境界線を曖昧にしています。ゆるみ時間で回復する方法。過緊張が問題になる今、副交感神経を活性化させるゆるみ時間を持つことが大事です。5つの対策で安心を。1、睡眠を最優先にする日を作る。2、帰宅後はスマホを置いて過ごす。3、家事は控えめに。4、ストレスを感じる活動は避ける。5、休日は静かに過ごす。以上のように過緊張は多くの人が抱える問題で、それに対処するための方法も提案されています。特に IT 化が進む現代社会で、過度な効率化と常時接続が人々の健康に悪影響を及ぼしていることがわかります。それを解決するためには自分自身で緩み時間を作ることが重要とされています。変化は喜ばしいものでもストレスに。変化は必ずしも悪いことではありませんが、それがストレスを生むこともあります。人が怒ってきたり成績が下がったりする嫌な変化はもちろん、新しい仕事や昇進のような嬉しい変化もストレスです。心と体を緊張させて変化に対応すると交感神経が活発になります。それによって体内でアドレナリンやノルアドレナリンが出て、血圧や心拍数、体温が上がります。それが続くと過緊張になってしまいます。嬉しい出来事もストレス。子供が学校に入ったり卒業したりするのも実はストレスです。いくつもの大事な出来事が短期間で起きると予想以上にストレスを感じます。ストレス対策は大事。変化があった時はしっかりと過緊張の対策をすることが大事です。新しい仕事や趣味、ダイエットなど新しいことを始めるタイミングも考えましょう。急な変化が多いとストレスはさらに高まります。だから新しいことを始めるのは生活が安定するまで待った方がいいですよ。変化は避けられないものですが、その対処法には工夫が必要です。嬉しい出来事でもその影響を考慮し、適切なストレス対策を取ることが重要です。それが過緊張を避け心地よい生活を送るための秘訣です。仕事と人間関係のバランス。成果主義のプレッシャー。会社で働く人々はチームで協力することと個々に成果を出すことが要求されます。この2つは矛盾する場合もあり、その結果ストレスが高まってしまうことがよくあります。以前の日本の企業文化は成果主義よりも年齢や在籍年数が重視され、成果に対するストレスはあまりありませんでした。しかし経済が厳しくなる中で成果主義が強調されるようになり、それがストレスを生んでいます。働き方改革が進んで長時間労働は減りましたが、その代わりに短い時間での高い成果が求められるようになりました。心や体の調子が悪い場合は上司や保健スタッフ、産業医に相談することが大切です。相談できる相手がいない場合は外部の専門家も選択肢です。そしてちょっとした悩みがあるくらいなら自分自身にも優しく、他人と比較せず仕事にうずもれすぎないようにしましょう。自分を許し無理なく生きることが大切です。仕事の成果と人間関係、この2つのバランスを考えながら心地よい職場環境を目指してください。それがストレスを減らし、より健康な生活を送るための鍵です。気づかない間に傷つけてしまうパワハラの微細な形態。パワハラやセクハラは人間関係のストレスの代表です。最近は管理職向けに特別なトレーニングが行われているので、明らかな言いがかりや暴力は減っています。ですが気づかないうちに厳しい言葉で部下を傷つけてしまうケースもあり、それがストレスの原因となります。部下が心を痛めるだけでなく周囲も不快にさせるようなダメ出しなども問題です。パワハラを避けるためにはその正しい知識を身につけ、健全な人間関係を築くことが重要です。しっかりとした関係性があれば指導も適切に受け入れられます。ただしコミュニケーションに失敗するとそれだけで部下はストレスを感じてしまいます。
良いコミュニケーションを保つためのコツは、話を聞く、質問する、伝えるの3つのステップに分けることです。まずは相手の話に耳を傾け、その後で質問をして理解を深め、最後に自分の意見をしっかりと伝えます。これによりコミュニケーションミスを防ぎ、ストレスを最小限に抑えることができるでしょう。リモートワークの独特なストレスと心のエネルギー管理、コロナウイルスの影響でリモートワークが新たなストレスの原因になっています。いえ、普段はくつろぐ場所が仕事の場に変わり、生活のリズムが乱れがちです。運動不足から来る体調不良や気分の沈みも増えています。職場での人間関係の悩みは減った一方で、疎遠になってしまったコミュニケーションが問題です。質問や雑談が減って、一人で仕事する時間が増え、気分が晴れない人も多いです。解決策として、著者は疑似通勤を提案しています。仕事を始める前や終わった後に外を歩くことで頭の中をリフレッシュさせます。またメールやチャットだけでなく、ウェブカメラや電話を使ってリアルなコミュニケーションも大切です。心の充電、どれくらい？心のケアには自分と向き合う時間が基本です。社会生活でストレスがたまると心のエネルギーが減ってしまいます。そのため自分の心の充電池のレベルを知ることが大事です。ストレスが心のエネルギーを奪います。緊張や不快感、プレッシャーを感じるとエネルギーが減ります。逆に楽しいことやリラックスすることでエネルギーは戻ります。今あなたの心の充電池はどのくらい残っていますか？残量が少ないなら、その日のストレスを減らすようにしましょう。そしてエネルギーが戻ることも取り入れて心のケアをしてください。自分が何を望むかによって選ぶリフレッシュ方法も変わるはずです。早めに気づくストレスサインの重要性、自分の心の健康に気をつけよう。心のトラブルは早めに気づいて対処することが重要です。ストレスが溜まって心のエネルギーが低下すると、体や心にストレスサインが出ます。それは人それぞれ違うので、自分がどう反応するかを理解しておきましょう。心が疲れている時、不安や怒り、寝つきの悪さ、集中力の低下などの症状が現れます。体にも肩こり、頭痛、下痢、疲れやすさ、高血圧などいろいろな症状が出ます。ストレスの原因が明らかな場合、それを取り除くか距離を置くことが大事です。有給を使ってリフレッシュするのもいい方法です。体の疲れも和らげましょう。心と体は密接な関係にあり、心が疲れていると体も疲れやすいです。栄養をしっかりとり、よく眠ることで心のエネルギーも復活しやすくなります。それが心と体の健康につながります。最後に、現代人なら誰もが感じるストレス、この本はそんな私たちに解決の手がかりを提供します。読むだけで心が軽くなるような内容が詰まっています。みんなも多かれ少なかれストレスや悩みを持っているものです。本書では会社生活で厳しさを感じる6つのポイントをピックアップ。さらに新人中堅ベテランという世代ごとの特有の心の問題と、その解決策もしっかり説明しています。自分だけでなく、新人やベテランといった他の世代の人たちが何を感じているのかも理解できる素晴らしい機会です。この本を読んでみてください。ストレスフルな日常に立ち向かう力をつけるための貴重なガイドになるでしょう。今回の要約はいかがだったでしょうか？動画が気に入ってくれた方はぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。また今回紹介した書籍を全文読まれたい方は、概要欄にリンクを載せてありますのでチェックしてみてくださいね。それでは次回の要約もお楽しみに。